グローバーです。毎日1枚1年で365枚の名画をお届けする日めくり3分間名画の旅、今日の作品はこちらです。90枚目の作品はセザンヌのサント・ヴィクトワール山です。では番組監修の藤久先生からお話を伺いましょう。藤久です。ポール・セザンヌは19世紀末に活躍した現代絵画の父と言われる巨匠ですね。最初はピサロに誘われて印象派展に出展し、彼らと一緒に活動をしていましたが、やがてパリを離れて故郷の南仏エクサン・プロヴァンスで主に活動しましたね。このサント・ヴィクトワール山はセザンヌのふるさとの山なんですね。彼は何枚もこの山を描きましたね。同じ山を何枚も描く、何か思いつかないかな。先生、分かってますよ。北斎の富岳。北斎の富岳ですね。安井先生、ちょっと。北斎は富士山を富岳36景で46枚、さらに富岳100景を描いてますよね。全部で146の富士山。そうですね。セザンヌには北斎の富岳の連作が連頭にあったんでしょうね。彼はこの山を40数枚描いていますね。北斎は富士山をあらゆる方向から季節も様々に描いた連作にしましたが、セザンヌは四季によるサント・ヴィクトワール山の色の変化を表現していますね。このブルーグレーの使い方はセザンヌならではなんですね。北斎はベロアイで表現していますね。セザンヌも北斎に影響を受けた一人だったんですね。北斎に限らず、セザンヌは日本画の技法も取り入れていますね。今日のこの作品では手前に木の枝を描いて遠近のアクセントをつけていますが、これは日本のしだれの方法ですね。現代絵画の父と言われる大巨匠セザンヌに日本画が影響を与えていたっていうのは、私たち日本人にとっては嬉しいですね。どうしてセザンヌは現代絵画の父なんですか？それはまた別の作品の時に話しましょうね。名作リンゴとオレンジの絵の時でもね。ああ、セザンヌといえばリンゴですね。そうか、楽しみに待ってます。では最後にクラシックソムリエの田中康さんから今日の音楽のお話を伺いましょう。今日の音楽はベートーベンの交響曲第6番田園の第一楽章です。ベートーベンが残した9曲の交響曲の中で作曲者自身が名前を付けた唯一の作品がこの田園です。自然の風景を描写した画期的な音楽は後に流行する表題音楽の先駆けと言われる名作です。